ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会生放送スペシャルドラマ極秘作戦を実行せよ。あ、見て見て、このぬいぐるみかわいい。あ、新しいプラモデルが発売決定しました。このロボットすごくかっこいいんですよね。スクールアイドルグッズも新しいのが出てるわよ。と、いけないいけない、アイちゃんのお誕生日プレゼント探しだよね。アイちゃんが好きそうなものを探さないと。そうでした。スクールアイドルグッズがいいと思わない？アイはスクールアイドルを愛してるわよ、アイだけに。ランジュさんオリジナルのダジャレはいいプレゼントかもしれませんね。私だったらぬか漬けに挑戦してプレゼントかな。プレゼントもいいけど、それを渡す場所だって考えなきゃよ。そうですね、特別な日に。あら、アイさん。あらあら、あれ、今日はセッツーたちだけ？うん、みんな用事があるみたいで。アイちゃんも今日は他の部の助っ人に行くって言ってなかったっけ？うん、その予定だったんだけど、やっぱ大丈夫ってことになったから同好会に来たよ。そうだったのね。そうだ、ちょうどいい。アイさん、いいこと考えたから聞いてよ。何？あったかくなってきたしさ、みんなでどこか楽しいとこに行こうよ。パーッとさ。パーッと楽しいとこ、みんなで。明暗だわ、アイ。ぜひ行きましょう。特別な日に、特別楽しい日にしようね。うん。でさ、どこ行きたいとかある？アイさんの行きたいところを教えてください。え、アイさんの？アイが行きたい場所に行きたいわ。いや、まあアイさん、みんなで行けば楽しいから、ぶっちゃけどこでも行っちゃいいんだけど。でもほら、そういえばみたいなところはあるんじゃない？そうだな。あ、なんか昔の建物が移築されてる大きな公園があるみたいで、そことかはちょっと気になるかな。なるほど。でも気になる映画もあるんだよね。で、デパートの屋上でアイス食べたりとか。それも楽しそうだね。そういえばテーマパークって久々に行ってみたいな。新しいアトラクションできたっぽいじゃん。シューマ、ランジ乗ってみたいわ。あ、そうだ、あそこのテーマパーク名札がもらえるんだって、お誕生日に行くと。今の何も聞こえなかったわ。みんなもそうでしょ、聞こえてないわよね。はは、なんか誘導されてるっぽい気がしてたんだけど、そういうことか。アイさんのバースデーのサプライズ考えてくれてたんだ。バレちゃいましたね。ならもう隠すことないわね。アイ、アイのお誕生日を盛大に祝うわよ。サンキュー。ランジュ、隠し事は苦手なのよ。バレてよかったわ。そうそう、サプライズするならアイさんも混ぜてよ。アイさん、驚かせる側がいいもん。アイさんのお誕生日サプライズにアイさんが加わる、それってありなのかな。ありあり。じゃあさ、今ここにいないみんなにサプライズ仕掛けよう。アイさんへのタンプレは、アユムたちとサプライズを考えること。楽しいことできるのが一番嬉しいからさ。アイさんが楽しんでくれるなら喜んで。よし、作戦会議だ。
ー。